世界のジャパンチャンネルへようこそ。今回の話題は、世界で知らない人はいないほどの凄さを見せる日本刀についてご紹介します。女子小学生が見せる見事な刀さばきに圧巻される外国人の反応と、世界を魅了する日本刀の秘密に迫ります。日本の名刀を擬人化した刀剣男子を集めて育てるオンラインゲーム刀剣乱舞などをきっかけにして、近年女性の間で日本刀が大ブームになっているのをご存知でしょうか。戦前の1939年に発行された岩波新書の日本刀は、2019年10月に76年ぶりに復刊すると全国から注文が殺到し、4ヶ月弱で累計1万5千部を売り上げるベストセラーとなりました。名刀200本の魅力と歴史を紹介する名刀大全も、本体価格3万5千円にもかかわらず売れ行きは好調だそうです。そんな日本刀の起源は平安時代に遡ります。古事記や日本書紀より、和の国では古墳時代以前より各地で刀剣が製造されていたそうです。日本の伝統的な武器である日本刀は、丁寧な保存さえすれば数百年経っても錆びることなく美しい刀身を保ちます。また技術的にも様々な特徴があるので、日本の鍛冶技術の塊でもあります。そんな日本刀を愛したのは日本の武士だけではありませんでした。その頃から外国でも日本刀の切れ味が認められ、外国からも価値を見出されてきました。では早速海外から絶大な反響を呼んでいる動画を見ていきましょう。動画では当時小学4年生の女の子が試し切りの腕前を披露しています。女の子の腕前、そして日本刀の切れ味に海外から多くのコメントが寄せられましたのでご紹介します。子供に刀を持たせるのってイギリスだと合法？もしそうなら未来の僕の娘にも習わせたい。すごく可愛かったから友達にもシェアせざるを得なかったよ。これはあまりにも危ないと思うんだけど、鞘を収めるときに自分の手を切ってしまわないか心配しちゃうのは俺だけか。怖くてちょっとしか見れないよ。あれだけの刀さばきを見てもか？俺はそこまで心配しないな。俺らの大部分より彼女の方が上手に刀を扱えるだろうし、彼女が大人になったら素晴らしい剣士になりそうだ。落ち着いて冷静に臨んでいる様子がとてもいいね。子供と刀って言ったら普通真逆の光景になるだろうに、自分や先生に対して敬意を示しているのも素晴らしい。あの短い刀は特注品？それとも脇差しなの？子供用の刀って言った方が正しいかも。基本的には子供用の刀は脇差しとイコールなんだけど、柄が長くてこしらえもより典型的な大刀っぽいんだ。素晴らしく愛らしい。俺があんな風に刀を収めたら親指とバイバイだろうな。日本刀の切れ味ってあんなヤバいもんなんだな。あれは脇差しか小太刀を使っているんだよね。俺も娘に習わしたいから日本に向かわせますね。この子は本当に素晴らしい腕を持っているよ。女の子が刀で遊んじゃいけません。女性や小さな女の子は時々多くの男の人以上の勇気を出せるものなんだ。日本の歴史には名の知れた剣豪をも倒した素晴らしい女性剣士がたくさんいるくらいなんだから。笑わせるな。俺は日本の歴史には詳しいんだ。剣の道は女性とはほぼ無関係だったろ。自分の意見に信憑性を持たせたいがために歴史をでっち上げるのはやめた方がいい。剣豪と呼ばれる人の中には女性も何人かいるよ。多分そんなに一般的ではないと思うけど、でも確かにそういう女性も存在したんだよ。ほぼ女性剣士だけで編成された薙刀部隊すらあったって話だし、繰り返すけど多くはなくとも女性の侍は実在した。中には他の侍から敬意を集める人もいたんだ。後のキルビルである女武芸者って言葉を聞いたことがないのか？お前さんなんか古ぼっこにされちゃうぞ。彼女の前じゃ学校のいじめっ子たちも裸足で逃げ出すだろうね。安住を思い出しますね。可愛いけどあの刀さばきは怖い。
日本人は本当にクールだね。去年日本に行ったけど、いい人ばっかりだったよ。すごい、私の息子たちが彼女を好きになっちゃったみたい。日本だと小さい女の子が本物の刀を振ってもいいんだね。めちゃくちゃ日本に引っ越したい。可愛らしいし、ある程度の技術も身についてるね。特に彼女の年齢を考えればすごいことだ。お嬢ちゃん、よくやったぞ。もし自分にも娘ができた時、習ってほしいのがまさにこの剣術だ。刀に荒々しい力は必要ない。あの子はそれを見事に証明してる。藁を切り抜く時のあの子の顔が超かっこいい。刀なんてなくてもあの可愛さに俺らはイチコロよ。以上が海外の人々の反応です。今回の動画では横波という技を用いているそうです。女子小学生と思えない刀さばきで見事に半畳巻き3本を切り落とすことに成功しました。ここで前半にも少し触れましたが、日本刀の歴史を遡って見ていきます。見た目が美しく、そして一振りごとに壮大なストーリーがある。こんなにも尊く崇高な世界になぜこれまで女性たちは気がつかなかったのでしょうか。日本刀を保存公開する刀剣博物館学芸員の久保京子さんは、その理由を刀剣の世界は長らく女人禁制の風潮があったからこそと解説します。その頃は刀を借りるにも場合によっては女性一人で借りることができず、男性と一緒というのが必須条件でした。刀工さんの仕事場は相撲の土俵のように女人禁制、研ぎ師さんも同様で、女が研ぎ場に来ると砥石が割れるとも言われていたそうです。しかし時代とともに女性にも開かれるようになり、女性の研ぎ師さんも誕生しました。男性専一で亡くなったことによって、ほとんど接する機会がなかった刀に多くの女性が触れるようになった時流もブームにつながった大きな要因となっているようです。その変化を肌で感じた一人である刀匠川内さんは、確かに僕が若い頃は刀を女性が持つことが無礼だとか、女は触ってはいけないと言われました。今では信じられないし、批判されても仕方がない話ですよね。だけど当時はそういう風潮があったのです。それがだんだん刀を趣味にしていた男性が高齢化し、その代わりにゲームやアニメなどの新しい切り口で刀を知った女性が入ってきてくれた。彼女たちはただただ刀の持つ美しさや物語に魅了されている。これはとても尊いことです。男性は切れ味や日本人のロマンなど建前が多い。刀の本当の美しさを理解してくれる女性が増えたのは本当にありがたいことだと思っていますと語られました。専門書や展示物に飽き足らず前刀を購入した女性も少なくはないようです。その女性の一人は、小さな車が買えるくらいの値段でこれまでの人生で最も高い買い物でしたと笑って語ったそうです。彼女は約5年前から刀剣乱舞をきっかけに博物館や美術館に刀剣の展示を見に行くようになり、刀にまつわる歴史や伝承にも興味を持つようになったそうです。そして刀を作ってもらうようお願いをし、1年ほど待ち見事な短刀を手にしたそうです。出来上がりを見て素晴らしいと思いました。こんな素晴らしいものが私ごときの手元にあっていいのかと。それまで一人暮らしだったし、忙しかったから雑然とした生活をしていました。ですが短刀を手に入れるとちゃんとしなくちゃという気持ちになり、鞘から短刀を取り出すときはきちんと部屋の掃除をしてきちんとした服に着替えるようになりましたと生活の変化を語られました。いかがでしたでしょうか。この動画を見て本物の真剣で切ってみたいと思ったあなたに朗報です。本物の真剣、日本刀の試し切りなどの稽古体験をすることができます。日本では日本刀を通じ正しい日本文化の保存継承、そして健全な精神教育を目的として全日本刀道連盟が設立されています。刀道とは実践を想定した居合、抜刀、試し切りの技術研究だけでなく武士道精神を現代社会生活に生かす術も探求されています。ぜひ実際に触れ日本刀の切れ味を体験してみてください。
日本には名刀と呼ばれる素晴らしい刀が数多く存在しますが、皆さんはどんな日本刀が好きですか？ぜひコメント欄で教えてください。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。